こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは白菜の豚骨スープ煮です。白菜の豚骨スープ煮。で、1キロあった、豚ひき肉を今日もハンバーグにしてみました。で、醤油と和風だしで作っただしオムレツです。LL2 個分ですね。これもう1枚焼いてます。だから LL4 個分ですね。で白ご飯で、昨日今日と便通あって出た感じ、お腹ちょっとすっきりしたんですけど、まあ豚のひき肉とか軟骨、豚軟骨を作れますから、思いっきり体重が増える食事ですね。はい、体重 57.3、数値的には体脂肪率 12.9、 体重 57.3、 数値的には昨日と一緒ですけど、ごっつ太ってると言います。体脂肪率 12.9、 基礎代謝 1346、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 47.3、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。もう一度、体重 57.3、 体脂肪率 12.9、 基礎代謝 1346、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 47.3、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、サムレイルの白菜の豚骨スープにハンバーグ、豚ポークハンバーグ、だしオムレツ、白ご飯です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。